今日のビールはすっきり麦オルジュ言いづらい、オルジュ、爽快クリアテイスト。おいくらだっけ、すごい安かったんだよね。税込み83円。税込み83円、税抜き77円。ダブルセブン、めっちゃ安いね。普通のジュースよりも安いもんね。安い。どうやって作ってんだろうね。頑張った。この会社の名前が書いてあるんだけど、うん、よくわからないです。ネットでさっき見てみたけど、よくわからなかった。まあ、とりあえず注いでみますね。結構こうやって片手で注いでも泡が立たないってことは、泡立ちがするほどではないということですね。色は、うん、普通に黄色いビールっぽい色。ああ。ちょっと確かに発泡性のお酒っぽい感じの匂いと味ですね。でも全然美味しく飲める83年だよね。次回からそれで83円。美味しく飲めますね。美味しく飲めるけど、うん、またセガオビールを探そう。はい、もうちょっと普通のやつですね。いいかな。え、このぐらい。え、83円万歳だって。もう少し普通のやつでもいいかな。83円がいい。これだってどっかのグループ、わかんない。なんかこれ書いてあるんだけど、それね、エスコットで買った。エスコットなんだ、うん、でも全然美味しく飲める、うん、庶民には美味しく飲める、うん、ビールでした。